プレミアリーグやフットボールリーグなどの審判に関する独立組織プロフェッショナルゲームマッチオフィシャルズリミテッド PGMOL はこの判定が PK となるべきだったことを認め、ロベルト・デ・ゼルビ監督に謝罪したと GOAL の取材で判明した。わざとだろ。ハンドもねえよ。もっとアピールしなきゃ。何度目だよ。いい加減謝罪じゃなく勝ち点よこせよ。CL 圏内離れちゃったのにごめんで済むのかよ。この頃に戻してかお。救済措置とかないの。勝ち点くれよ。明らかに買収されてる。勝ち点奪っとけ。ちゃんと謝れて依頼しろめ。こうなったら意地でもヨーロッパ行き決めてほしいわ。怒らんから審判に舐められてるな。審判協会はブライトンだけじゃなく全サッカーファンに対して謝罪するべきだよ。審判にも誤りはあるとか言ってる奴も未だに見かけるけど、その誤りを訂正するチャンスである VAR という手段を使おうとすらしなかったんだから余計ひどいよ。ダンクが言ってるのは自分が引き倒された FK の場面の話でしょ。審判の判定が不公平すぎる。フットボールは欠陥スポーツ。